続いてキャリアコンサルタントの活躍の舞台について確認していきましょう。まず一言で言いますと、活躍の幅は広いです、はい。今いくつか出しているんですけれども、企業内での活動、それから人材会社、教育機関、公的支援機関、この公的支援機関というのが公共と先ほどご案内しましたけれども、公共などもここに入ってきます。 それから、医療や福祉関連でも注目をされています。また NPO 法人や自治体でも活躍の場所がありますということなんです。で左側に出てますけれども多様な分野でその資格・スキル活用が期待をされています。先ほどキャリアコンサルタントを取り巻く環境で見てきましたとおり社会が変化するとそれに合わせて かのようにキャリアコンサルタントの役割も増えていくという場面があります。さまざまな分野でキャリアコンサルタントの資格やスキル、能力などが役に立っていくということになります。はい、そして AI による雇用の創出、新たな仕事への就業支援ということも書きました。AI はデジタルトランスフォーメーション DX が進んでいくことで、 なくなる仕事もあるというふうに今言われていますよね。いわゆる提携業務やルーティン業務の中でも、同じことをずっと繰り返していくような仕事は、いずれ AI に取って代わられるのではないかと言われています。でそうしますと、AI に仕事を、ま、取って代わられてしまったという方は、この先どうしていったらいいか。これもキャリアコンサルタントは相談に乗っていく必要があります。 またその方たちがどのような別のキャリアを歩んでいくのかそこのサポートも必要です。かたや AI が進展ししてていいききままますすと新しい仕事も生まれてきますここに対してもキャリアコンサルタントは就業の支援をしていく必要があります。はい、そしてジョブ型雇用、ね、あの国が進めている働き方になりますけれどもこの移行に伴うやはりサポートも必要になってきます。 これまでと違うやり方、まあ、ジョブ型雇用というのは少しアメリカ的なところもありましてそれぞれの人が担当するジョブを明確化してそのジョブに対してどのぐらいできているか能力が発揮できているかということで評価をしていくという働き方になります。 日本のこれまでの働き方とはだいぶ変わってきますので、ここで生じてくる悩みや課題などについても、キャリアコンサルタントは解決できるようになっていかなければならないということです。そして赤字で書いてあります。自身のキャリアと資格の掛け合わせで活躍もとあります。ここを強くお伝えしたいところなんです。この円の 図の中にも書いてあるんですけれども、あなたの舞台で生かすあなた自身の経験がとても大切になってきます。そしてそこが役に立っていくんです。皆さんはご自身でどのような強みをお持ちでしょうか まあ、資格を持っている。ダブルライセンス、トリプルライセンスを持っているということかもしれません。何かしらの専門分野、特化して勉強した部分や得意分野があるかもしれません。また、それだけではなくて、介護の経験がある、ね、子育てを経験している、このようなライフキャリアに関わることも、キャリアコンサルタントという資格と組み合わせることによって、他の方のサポートができる。 これが、キャリアコンサルタントの活躍の幅が広いと言える一番の大きな理由と言えます。